客扱い終了合図は、列車を駅から出発させるときに、駅係員が車掌に対して旅客の乗降が終了したことを伝える合図である。この合図を受けて車掌はドアを閉める。ワンマン運転を行っている、地下鉄などでは運転士に向けて合図を送る。客終わりと省略することもある。また、故障も乗降終了合図と閉合図表示器など、事業者により異なる。 特急列車において、検察のためのドアカットする場合においても使用されることがある。大阪市高速電気軌道未動筋線の客扱い、終了合図なお、鉄道事業者によっては、客扱いという表現が不適切であるという判断から、乗降終了合図と名称を改めている場合がある。主に、日本国内で鉄道が完成してから当初は、 鉄道信号及び分岐器の自動制御などがないのが当然であり、駅員が分岐器などを手作業で操作し進路の確保をした後、発車課の合図を列車に送り、駅員の責任の元駅から出発させていた。1980年代より、列車集中制御装置による全自動制御が全国で進み、タブレット閉塞とともに大半の駅で発車業務が 集中処理室で全自動で行われるようになると、立番の必要性がなくなった。一方で、現代では当たり前である、駅放送や発車時刻を示す案内表示が少なかったため、乗り換えなどの案内放送や旅客案内も兼ねて、引き続き主要駅では立番が配置され合図を出していた。だが2000年頃になると、東京圏輸送管理システムなどに代表される、 駅ホームの詳細な自動放送、さらにホーム全体を監視できる車掌用 ITV の設置が進み、また2010年前後には旅客自身がスマートフォンなどのタブレット端末で乗り換え情報や出入り口の情報を把握できるようになったため、ホームでの案内も不要になった。その結果、全国のターミナル駅を含めほとんどの駅で姿を消した。この頃よりホームが湾曲しており、 見通しが悪い駅での車掌の都兵を補助するため、配置される意味合いが強くなる。2017年より、政府の方針で、ホームドアが相次いで各駅に設置され始め、少しの湾曲ホームでは、JR グループや東京メトロ、東急電鉄などは立場を廃止している。通勤時間帯などの通勤対策要因での合図や、ホームが大きく湾曲しており見通しが悪い駅にて、 車掌が監視できない範囲をカバーする役名へと変化している。これはあくまで JR グループによる例で異なる取り扱いをする会社もある。私鉄各社は各機参照。ここでは一般的な例を示した。JR 五写真幹線では乗降終了合図と称している。進路、河川に異常がないか確認。列車到着時に付着物や全消灯切れなどの異常が 内いか確認。新幹線が駅到着し、車掌はドアを開ける。到着放送、発車放送、音楽終了後、駅員がホームを確認。旅客の乗降が終了したことを確認し、笛を吹いた後、客扱い終了合図ブザーを鳴らす。車掌は合図のブザー音を受けてドアを閉める。車掌及び駅員は出発監視を行う。列車の後方確認。 発車後、進路、河川に異常がないか確認。各駅に客扱い終了合図があるわけではない。車掌判断で合図によることなくドアを閉めるなど、規定により定められている。進路、河川に異常がないか確認。列車到着時に付着物や全消灯切れなどの異常がないか確認。列車が駅に到着し、車掌はドアを開ける。 車掌が発車ベルを鳴らし発車放送終了後、駅員が旅客の乗降を確認して、客扱い終了合図を車掌に送る。車掌は客扱い終了合図を確認し、ドアを閉める。一部駅では荷物挟まりなどに対応して再開閉合図がある。車掌及び駅員は出発監視を行う。列車の後方確認。発車後、進路、河川に異常がないか確認。 駅員は到着監視。列車が駅に到着し、車掌はドアを開ける。発車放送、ベル終了後、駅員が旅客の乗降終了を確認して、手端もしくは合図等により、車掌に客扱い終了合図を出す。車掌はホーム監視用モニターを確認し、ドアを閉める。その後、駅員からの発車合図を受け、車掌は運転士に合図のブザー。 または電令による出発合図を送り列車は出発する車掌、駅員は出発監視駅員からの旗や合図等による客扱い終了合図が車掌から直接確認できないようなホームでは装置を使って客扱い終了合図を送ることがあるこの場合のように表示される京王電鉄の場合は昼間は手旗を 夜間は慶応が独自に開発した赤、緑、白と三色発光のペンライト状の LED 発光器を使用して合図を送る。兵費を促す際は、兵費されるまで手端、または LED 発光器を高く掲げつつ、左右に動かし続ける。兵費の完了を右手で指差し確認した後、異常がなければ、再度5回高く掲げつつ、左右に動かす。 規定により指差し確認は右手で実施と定められているため JR などと同様に手端、または LED 発光器は左手で掲げる。インドネシアで行われている出発指示合図。インドネシアで行われている夜間の出発指示合図。ありがとうございます。